こんにちは。本日はサブ4達成のための練習の取り組み方です。サブ4を今年こそは達成したいとか、サブ4の熱い壁に何度もぶち当たってしまった方、この動画を見ればサブ4達成の壁をぶち破るための手がかりが絶対にありますので、ぜひ最後までご視聴ください。で、サブ4達成の割合っていうのは実は上位の 20%、 要は5人に1人のランナーの方なんですね。ここまで来ればもう上級者ランナーと言えるのではないでしょうか。ただし、上級者ランナーと言われるだけあって、ただ闇雲に練習をするだけでは絶対に達成はできないんですね。なので今回は正しい練習の方法っていうのをお伝えしていきたいと思います。本日の構成は、まずはサブ4を知る、そしてサブ4のスピード、サブ4の距離、そしてサブ4のスピード持久力、最後にサブ4の具体的な1週間のルーティーンっていうところをご説明していきます。まずはじめはサブ4を知るですね。何を知るか、絶対に知っておかないといけないのは、サブ4っていうのは1キロ5分40を下回るタイムで走らないといけないということですね。もしこのことをあまり知ったことがないとか、あまり意識したことがないという方は、今すぐ頭に叩き込んでおいてください。これは本当に大事で、まずここを頭に叩き込んでおかないと絶対に達成はできないと思います。そもそもサブ4のペースがどれぐらいかわからないということは、料理を作るときに作りたい料理の材料をわからないということとほぼほぼ一緒なんですね。それと同じで、サブ4を達成するためには5分40、正確には5分39秒で走らないと絶対に達成できないというところは、これは絶対に知っておきます。押さえておきましょう。もう一つ知っておいてほしいのは、あなた自身、自分自身を知ることですね。どういう知り方かっていうと、自分はスピード型かスタミナ型か、この2つぐらいは知っておきましょう。もっと細かく分かればいいんですけれども、スピード型っていうのは前半に突っ込む、要はハーフマラソンのタイムはかなり速いのにフルになったら落ちちゃうんだよね。こういう人がスピード型だったりします。スタミナ型っていうのは基本的にずっと一緒のペースで走る方ですね。ハーフもフルも基本的に同じタイムでも、スピードを上げるのがちょっと苦手だ、こういう方がスタミナタイプです。自分がどのタイプかによって練習の仕方、課題っていうのは全然違ってきますので、ぜひね、どちらかのタイプかっていうのは自分で必ず把握しておくようにしてください。次はサブ4のスピードっていうところに入っていきます。サブ4はさっき言った通り5分40でずっと走り続けるっていうところになります。じゃあ練習でも5分40で走っておけばいいのってなったら、全然そうじゃないんですよね。多くの市民ランナーの方が後半に失速してしまうっていう事実を踏まえた上で、やっぱりスピードっていうのはある程度余力が欲しい。言うなればサブ4のペース、5分40はジョギングペースでできるぐらいになっておかないといけません。5キロ、10キロ、本当にハーフぐらいまではサブ4のペースで全然いけるよっていうぐらいまでのスピードの余力は絶対に持っておいてほしいです。ちなみに練習よりも絶対にレースの方が早くタイムが出ますので、5キロ、10キロとかハーフ、これは練習で5分40を必ず切れるようにしておくのが、これが理想ですね。じゃあどれぐらいのスピードが目安になってくるのか、僕は基本的に5キロの練習を目安にしています。サブ4の方の5キロは5キロ25分を切るぐらいのタイムですね。要は1キロ5分のペースで走れるようなスピード練習をしてみてください。もし今の話を聞いて、それは無理だよって思った方もいらっしゃるかもしれませんし、それでいいのっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。大丈夫、5キロでも無理な方はまずはもっと短い距離からスタートしてください。3キロ、2キロ、もう1キロでもいいです。1キロでもしんどい場合は 500m とかからでもいいです。基本的にスピードをつけたい時っていうのは、5キロ長い距離で無理だったら短くしていくっていうのが基本的な考えですね。なので5キロ25分とか到底無理だよって方は、まずは1キロとか短い距離からスタートしていくのが基本的な考え方ですね。ただし距離は変えてもいいんですけども、絶対に変えてほしくないのがあなたのランニングフォームです。例えば短距離を走るときみたいに 100m を走るときのようなフォームでマラソンって走れませんよね。それと一緒で、やっぱりマラソンのフォームに再現性がないと意味がなくなってくるわけなんですね。なのでなるべく普段走ってるフォームを変えずにスピードを上げる、そういうところを意識してみて取り組んでみてください。そして5キロ25分がクリアできたら、これを6キロ、7キロ、8キロで増やしていくのも OK ですし、逆にもっと4分55とか4分50秒で走るように、こうやって追求していくのも全然 OK です。距離を伸ばしていくっていうことは、要はそれだけスピードプラス持久力っていう観点になりますね。要はタイムを短くしていく、5分から4分55とかにしていくってことは、もっともっとスピード特化の練習になってきますよね。どちらがいいか、どちらがきついかっていうのはね、人によりますね。
まあ、フルマラソンの再現性っていうところを取るとやっぱり距離は長いので距離を増やしていくっていう方が目標達成にはいいんじゃないかなと思います。ただしスピードの強化をもっとしていきたいっていう方の場合はタイムをぐーっと縮めていく、これも全然ありです。スピードのパートはここまでになります。次は距離のパートになります。サブ4に限らず、まあ、距離走、距離練習をするときっていうのは基本的に時間は気にしなくて全然 OK です。なぜかというと時間、タイムを気にしすぎるとやっぱりペースが上がってしまったりとか、まあ、人によって僕なんかは特にそうなんですけれども、やっぱりどん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 速く走ってしまおうって思うんですね。そしたら一定の距離、自分が走りたいなと思った距離を走れなかったりとか、ゆっくり走ろうと思ったのに全然足使ったトレーニングでスピードのスタミナの練習になっちゃったなっていうのは結構あると思うんですね。なのでそういう場合ってのは基本的に時間とかタイムっていうのは気にせずに OK です。まあ大体30キロ以上ですかね、大体一般的な距離走っていうと。でも普段10キロとかがメインだよっていう方は20キロとかでも距離走にはなってくると思います。要は普段自分が走ってる距離も結構長く走るなっていう場合は距離走になってくると思ってください。まあ、この場合っていうのは基本的にタイムは気にしなくて本当に OK なんですけれども、どうしてもタイムの目安が欲しいっていう方は大体6分半から7分ぐらいサブ4を目指す方だったら目安にしていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、これも本当に気にしなくても全然 OK です。ゆっくり走ってもいいし、基本的には一定のペースでしっかり走り切るっていうところを目標にしてみてください。そして距離走で一つおすすめなのが4時間走る、4時間走ですね。これは結構やってほしいなってます。なぜかというとサブ4だったら4時間動き続けるわけですよね。なので4時間動き続けるっていう感覚、それを身につけておいてほしいんですね。結構ね、やっぱ4時間動き続ける、それだけで結構きついので、まあ、あまりやりたくないなと思うかもしれませんけども、なので、まあ、本番までにできたら1回ぐらいはできたらいいんじゃないかなっていうところですね。なので手元のタイム気にするよりも、まあ、4時間っていうところ、時間を気にするんだったらそちらを気にしてこっちもね、本番までに1回ぐらいやってみてください。仕上げはスピード持久力ですね。スピード持久力っていうのはスピード練習と距離走をグッドマッチングさせたやつですね。もう分かりますよね、かなりきつめの練習になります。なので1人だったらなかなかやりたくないので、おすすめは30キロやハーフといったレースに出ること、これが一番おすすめです。特にですね、30キロレースはかなり再現性、フルマラソンの再現性が高くておすすめです。なのでここで30キロのレースで5分40を切ってこれる、サクッと切ってこれるようであれば、かなりね、サブ4はね、ぐっと近づいてくるんじゃないでしょうか。ハーフマラソンの人でもやっぱり距離が半分なのでね、スピードに特化しちゃいます。なので、まあ、30キロレースは再現性薄いんですけども、ただしスピードが課題だっていう方なんかはハーフマラソンでしっかり結果を残すっていうのも非常にいい練習になりますので、こちらもおすすめです。以上がスピード、距離、そしてスピード持久力、3つの練習の内容になります。じゃあどういうルーティンでやればいいか、基本的な考え方、僕のケースで言うと平日はやっぱりあまり時間がないのでスピード練習、そして週末時間があるときは距離をしっかり走る、こういうルーティンがいいんじゃないかなと思います。そしてレースが近づくにつれて、まあ、本番のレースですね、本番のレースが近づくにつれて土日、週末の運動っていうのを徐々にスピード持久力の練習に変えていく。そしてそのスピード持久力の練習っていうのはそれがレースであったり、ハーフマラソンのレースであったりとか30キロのレースであったりとか、そういう風に、ね、切り替えていくのも全然 OK です。その中で一度いただいた質問でですね、土日どっちでどういう練習したらいいですかっていうんですけども、基本的に僕土日って練習しないんですね。まあどっちか1日だけっていう風に決めてるんですけれども、まあたまにね両方やったりしますけども、そういう場合っていうのは土曜日にメインの運動を持ってきます。土曜日日曜日ってやっぱり強度を上げた練習をしやすくなってしまうんですよね。なので土曜日に強度の高い練習をしたら日曜日の練習ってやっぱりどうしてもクオリティというかやっぱり落ちちゃうわけなんですよね。なので土曜日が一番マックス元気なわけなんですよね。まあ、もちろんね、平日の練習内容にもよりますけれども、なので土曜日にしっかりと追い込める練習っていうのを作って、日曜日はその2番目っていう形になりますかね。ただし土曜日に強度の高い練習をしたら日曜日って疲労残ってるじゃないですか。これをどういうふうに捉えるかっていうと、レース後半の再現性が出てくるんですよ。ここでさらに強度の高い練習をグッと持っていくと、やっぱりレースの後半の感じの足でトレーニングができる、こういうような考え方もあります。ただしこの場合はやっぱり疲労っていうのが蓄積していきますので、何が起こるかというと怪我ですよね。ここは怪我に注意しながらやっぱり練習っていうのを組み込んでいただければいいんじゃないかなと思います。まあ他にもね、1ヶ月ごとに練習の内容を変えていくよとか、段階に
わけでトレーニングしていきますよっていう方ももちろんいらっしゃいますので、ぜひそういう方ね、僕はこういう風にやってますっていうのがあれば、ぜひコメント欄にね書いていただければ、それだけ皆さんの情報がシェアできますし、ノウハウが溜まっていきますので、ぜひコメントもお待ちしております。はい、以上がサブ4達成のための練習の内容、取り組みになりますので、ぜひね、参考になったなというところは、ぜひ明日からね、取り入れていただければなと思います。こちらのチャンネルでは、こういった練習方法の内容であったりとか、あとは練習の体の使い方、ランニングのための体の使い方というところの情報を発信していってますので、ぜひね、参考になったという方は、僕が動画を作る時のテンションが爆上がりしますので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。高評価もぜひともよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。